さあ、今夜のゲストをお呼びしたいと思います。はい、えー、私立エビス中学のメンバー、真山ま香さん、中山り子さんです。こんばんは。こんばんは。朝のチャイムが鳴りました。私たち、はい、私立エビス中学、はい、略して、エビ中です。ですよろしくお願いします。お願いしまーす。お願いします。<ー> 朝のチャイムが鳴りましたねはい鳴りましたもちろんねだって私たちの先輩のももクロちゃんたちもやっぱりやるじゃないですか私たち週末ヒロインってもう週末じゃなくても働いてるのにやっぱ大事じゃないですかちょっとバカにしたいやいやいやそんなことないそんなことない週末じゃなくても働いてるのにいまだにやるじゃないですかっいやいやいやあのエビ中のいや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  てそうですねまあ「売れろ」っていうねあのテレビ東京のコント番組があったんですよそこで共演させていただいて一緒にコントやったんですねやりましたよね覚えてます何やったとかああすげえ前だもんね確かにやりましたねそうやりました俺はそのコントがどうとかよりも裏で各社のデベスを触らせられてるそうだデベハラスメントハラスメント 立派なハラスメント。そう。プニプニ、プニプニで、気持ちよかったの覚えてる。ます、うん。プニプニだったプニプニでした。ああ、それ。

ママさんはどっちかって言ったら、なんか、はいうん、エビ中のそのリーダー的存在なのかなって。思ってたんですよあ。ありがとうございます。いつもなんかこう、はい、エビ中。 で、どういうグループですかとか、そういうのを聞くときに、まず前山さんに振るってイメージ。意外にそんなしっかりしてないってイメージ。そうですね。しっかりしてそうじゃない。そう、して、そう、詐欺なんですよね。そう、そうなんいつもなんか、そういう時に、ああ、どうしようって、めちゃめちゃ頭ぐる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 。一度のもどろの回答になっちゃって。意外にしっかりしてないんだな、あの印象。で、中山さんは、エビ中とね、すごく仲のいい。 アレボシの中ュに今度エビ中ュウの皆さんと絡むんだけどってことでアドバイスもらったの、はい、したら中ュが、うん、困ったら中山に触れって、うんうん、すごいじゃん <laughs> すごいチュウエイから絶対ないその時になんかこうどうにもならない時に中山さんに振ると全部落としてくれるすげーねー <laughs> すごいんですようちのリターすごいじゃんすごいんだよ全部落としてくれ だって言ったら聞こえはいいかもしれないけどう、うん、もうね言うことなすことね全部面白いんだよ。要はあのー、天然なの。わけわかんない部分がある。そう。なんかそのイメージ。<う>でもすごい大人になりましたね。そうです。今もうだって年下のメンバーも加入してきたのでお,お,お姉さんになりました。 ね、もう二十一歳で。それこそ、だから、去年の年末に会ったときに、そのももの年末のイベントで。和歌山さん見たときに、え、こんな大人だったっけと思って。前山さんは何にも変わんない。変わんないですか。変わんない。のイメージ、あんま変わんないかも。変わってますけどね。何が変わってますよ。本当。変わってます。変わったアピールちょうだいじゃん。 ちょっとだけしっかりしました。ちょっとだけちょっとだけ。あれ以来あれ以来。本当そうですね。ちゃんと考えた話すようになりました。あの時考えてなかったか <laughs> <laughs> なんかライブの告知とかさそういうのになってくると絶対真山さんに振るんだまあ把握してないねそうなんですよね会場名とか全然覚えられなくてそうだよね全然覚えられなかったんですけどでも覚えられるずらしてるからいやんだられちゃうそうなんですよさすがにあのエゴサーチした時に真山全然覚えてないでこいつやる気ねえみたいなすっごかったんですよんかあの時期3年ぐらい前にえほかに頼れる人いないの 柏木が柏木さんはライブとかでも告知してたりするのが柏木なのでじゃあ柏木さんに振ればいいんじゃないのなんで真山さんに来ちゃうのっぱ顔顔じゃないですっとしてんのよなんか全部把握してますみたいな顔してるじゃんかそうね何も把握しないですでもちょっと把握するようになったなりましたさすがにさすがに明日何やるとかをちゃんと把握するようになりました 中山さんは相変わらず、その、どちらかってんのえー、変わった真<の>山さんから見てたあ。変わりましたやっぱり、あの、その新メンバーが去年入ったんですけど、うん、一番下の子が中学3年生で、うん、あの、14歳。十四歳。なので、うん、もうさすがに、リコちゃんも6個ぐらい下の年齢の子が入ってきたんで、あ、しっかりしたんだなって。うん、しっかりしなきゃって思った しなきゃと思いましたそんだけ年の差離れてると<う>中山さんよりもっとしっかりしてない子が入ってきたってことだもんね、うん、あでも一人私みたいな子いますよ私みたいなす宇宙人と呼ばれてる子がいるので寂しがんないでくださいいます <laughs> 寂しがってない、ね、<laughs> しっかりしてほしいね <laughs> あの共演者に宇宙人いらないね <laughs> えその逆に我々のイメージというか、はあ、どうですか、うん そうですね飯塚さんはももクロちゃんからみそくんって呼ばれてるじゃないですかそっからみそくんのイメージが抜けなくてあのドラマとかも出てらっしゃるじゃないですかそういう時ああみそくんって呼ばれてたんですかそれを分かってないでみそくんって。 なんでだろうって何だろう顔色から顔色合いだろう色合いかな色合いがみそくんなんそうなんだでもな何を喋ってもやっぱりみそくこう拾ってくださるしあなたくんはみそくなんだだからなんか羨ましいですねももクロちゃんが一緒に共演できてて羨ましいなって思います伊豆子さんも長いもんね長いもう十年ですよももクロはももクロもなんか 変わんないなと思ったけど、うん、最近ねやっぱちょっと大人っぽくなったなと思うさすがに思わない、うん、思いますい<や>ね、うん、事務所とかで会った時に、うん、なんだこの綺麗なお姉さんと思ったら、うん、あっももクロちゃんかと思ってなんかお姉さんになったよね、うん ここ行くとやっぱ真山さんの変わんなさ、すげ確かにそうですね、喋り方もあんまり変わんないですし、かなこちゃんとか会うと、ああ、りかちゃんって喋り方するじゃないですか、なんかちょっとおっとりした喋り方、ああいう喋り方にすごく憧れてるんですけど、やっぱこう、メディアとか、プライベートでもそうですけど、早口になっちゃうんでわかる、なんかちゃきちゃきしてるよね。 ですかね、だからしっかりしてそうにも見えるししっかりしてないんですけどねしてないんだよね,よねあとはだから柏木さんにねああまあ柏木さんが意外に真山さんと逆でふわっとしてそうなの。うんはいうん 雰囲気そうだよね確かにそうだからこの子に振ったら危険だなと思うから大事な情報を振るにはそうなの本当女子アナみたいな雰囲気漂わせてるんじゃないあるあるあるラジオで見事ッされたそういうとこだから今夜のゲストはアイドルグループ私立恵比寿中学の真山梨花さんと中山梨子さんです 2009年に結成された私立恵比寿中学は永遠に中学生をコンセプトにコンサートからバラエティ番組映画舞台モデルなど縦横無尽に活躍している9人組グループです2012年にメジャーデビューを果たすと翌年には埼玉スーパーアリーナで単独公演を開催結成10周年の2019年には2枚のオリジナルアルバムをリリースしています 出席番号3番の真山リ香さんはグループ結成当初からのメンバーでアニメ好き動画配信サイトで真山リ香のアニメ300%を定期的に配信しています2014年に加入した出席番号12番の中山リコさんはファッション誌やカタログなどのモデルも務めています今回はエビ中をこよなく愛するラバーガールの冨永さんもコントに参加します 期待しましまょうそんな真山さん中山さんと話していくテーマ、はいうん、こちら「グループどうやってまとめてく?」ということで、はい、まあエビ中の皆さん9人グループになって。 3人増えたわけですけども<ー>また年下のメンバー増えて自分たちがまとめなきゃいけない立場になったとやっぱ苦労してますか、うん、定義的にこう先輩メンバーって自分たちで呼んでるんですけど、うん、あの前からいた6人を、うん、6人呼んでて先輩,その先輩メンバーたちでどうするみたいな会議は開いたりしますね、うん、どうやって指導していくみたいな、うん、えそんなにさ会議開かなきゃいけないぐらい問題児なのね <laughs> いや違うんです 私立ち位置的に誰がこう諭したりとか怒ったりとかしながらうまい具合にバランス取って3人をこう成長させていこうかみたいな会議会議をしたりとか一番しっかりしてるのは本来は誰なのあでもそういう時はやっぱりリカちゃん真山あそうなの こういう時はちょっとでしゃばっちゃいますね。うん、でしゃばっちゃ、<laughs> あんまりいい言い方じゃないけど。でしゃばっちゃ。ちょっとでしゃばっちゃ。あそう。うん、そうなんか基本的にこう六人で話すときに誰も話さないんですよ。 うん、会議を取りまとめる人がいないんで、ね、その会議のなんか MC みたいな感じで <laughs> じゃあどうしていきましょうかみたいな議長みたいになって話したりはしますけどただなんかエビ中ってリーダー性取ってないのでだからこうみんなでこうグループよくしていこうねみたいなところ、ねうん、なるほど、うん、それはあえてリーダーを作らないようにしてるんだ そうですね。以前、リーダーいたことがあるんですけど、<ん>全部そのリーダーに比重がいっちゃって、うんうん、例えば校長がメンバーに対して怒りたいことがあった。た校長っていうのは校長っていうのは、うちのチーフマネージャーのことなんですけど。うん、校長っていうのはい。中学だからね、うん、はい。呼、はい、んでます。はい、その校長が、そのリーダーだけにこう。 怒っっちゃったりとかしてなるほど<ー>結構それが何かその子にとって重荷になっちゃったりとかもしたので、ねうんうん、それからはリーダー性取っていなくてじゃあまあまあその6人で話し合ってっていうことが多いんだでそういう時って中山さんどういうスタンスを取るんですかスタンスでも私聞いてることの方が多いかもしれないですね、うん 基本人に興味がない感じで、あまり周りを見れてない。だから、あまり、あの、ことの重要さが分かってないっていうか。あ、そんな感じなん。ああいう感じなん一緒に楽しめちゃう。けなされてんの。に一緒に楽しめちゃう。そっか、そっか。じゃ、さすがに、なんか、こう、目に余るなみたいな時ないの、その、なんか、下の子。ああ、そうなんだろうな。

安本彩香ちゃんが、はい、あの教育係になってくれて、はい、してくれたことをすごい覚えてるんですよ優しくしてくれたことをだから私もあの新メンバーに返せたらいいなと思ってああは立派だねそう立派,立派なんですけどもうすぐ放置タイプの教育係になりました放置タイプはもう教育係放棄してるから <laughs> 見守る見守るそれも教育係って言わないから <laughs> ちなみにその安本さんに言われたことで覚えてることはあるの、はい ゃんの何かを教えるっていうよりも近くでそばにいてくれるタイプの、えー、で何か教えてくれるのはひなたちゃんだったんですああじゃあ安本さんも放置タイプだったのかなでもそれがすごいよかったん、ね、心地よかった いやちょっと苦労なさってるということでちょっとその辺の話を聞かせていただきたいんですけどもまずねコントから聞いていただきたいんですよみんなでねコントを撮ったんですけどあのそのコントを書いてくれたのがラバーガールなんですけど今日はですねそのラバーガールの飛永翼くんが来てくれております。

出ちゃだいいややからそんな翼君が台本書いてくれてで参加もしてくれてでみんなでコント撮りましたからこれをまず聞いていただきたいんですけどもじゃあちょっとコントのタイトルを。 えっと真、はい、山さんに振っても大丈夫かなはい大丈夫です <laughs> じゃあお願いしますはいコントを歌うアイスクリーム屋さんですどうぞなんだよあの偉そうな社長はよオタクと契約してやってもいいけど3か月使ってダメだったらすぐ別のメーカーに変えるからとかわざわざあんな嫌な言い方しなくてもいいだろうですね まあ短期ですけど契約取れたんでいいとしましょうそうだけどさあなんであんな奴にペコペコしないといけないんだよああ腹立つ扉がこの後開いてるはい今日は俺とことんつき合いますからおいしいアイスクリーム食べに行きましょうなんでだよ普通酒飲み行く流れだろいや俺酒飲めないですし今アイス食べたいですいやいやせめて飯でしょ サラリーマンが愚痴しゃべりながらアイス食べるの変だろう。いいじゃないですか。仕事でペコペコした話を、アイスペロペロしながら話せば。何うまいこと言ってんだよ、前どっかうまいアイスクリームはないですかね。アイスクイックのほんとに。はい、行きましょう。あ、あの、アイスクリームのお店、信号を渡ったところにありますよ。ほら。ああ、ほんとだ。すいません、教えていただいて。い,いえい,いえあ。気持ち悪い人だったな。<laughs> ラッキーですねいつかさんありましたよアイスクリームさん聞こえてたぞ今は近かったですかね近いよすいませんよかったありましたアイスクリーム行きましょう行きましょういらっしゃいませアイスクリーム屋さんです全三十種類の美味しいアイスクリームを目の前で作りしています食べてよし見てもよしのアイスクリームいかがですかめちゃくちゃ呼び込み張り切ってんな私は張り切ってます自分で言った自分で言わせていただきました聞こえてんのこっちの声聞こえて 私は中山莉子です名乗ったそこの二人仕事終わりにアイスクリームいかがですかすごいこっち見てますよやめますちょっともう無視できない感じになってんだろう行くかあじゃあ行きましょうおあすみませんあのアイス食べたいですどうしよういやなら本当にお客さん来たんだけど <laughs> なんで引いてんだよ明日すぐ注文できますので簡単へどうぞはい いらっしゃいませ。ようこそ。歌うアイスクリーム屋。ハッピーソングアイスクリームへ。ようこそ。いらっしゃいませ。ようこそ。ようこそ。言い過ぎだろ。え、何歌うアイスクリーム屋って。はい。当店では、ご注文いただいたアイスクリームを、こちらの冷やされた石板の上で、歌を歌いながら作るという、今まで誰も見たことない、斬新で画期的なお店となっております。ようこそ。ようこそ。ようこそ。多いっすよ、だから。 なんか聞いたことある気がするけど、うん、そういう店。他にもこういう歌う店ないですか？いやー私は聞いたことないですね。本当ですか？はい、なんかでも昔流行った。いらっしゃいませアイスクリーム屋さんです。全30種類の美味しいアイスクリームを目の前でて、うんうん、呼び込みます。ディコちゃんディコちゃん,リコちゃん今ちょっと呼び込みからこっち手伝ってくれる？はーい。あーでは注文どうしましょう？えー、どうしよう30種類もあるのか。 おすすすめありまはい、私のおすすめはチョコミントですね。あうまそう。じゃあ、俺、それで。俺も、それで。かしこまりました。ご注文いただきましょう。ありがとうございます。せーの。アイスを作ります。石板の上で美味しいアイスをさ、作りましょう。ラななララ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 ラ なんだったんだよ。やけに歌ってばっかで全然アイス作んねえなと思ったけど。ええー、じゃあ何にしますもう一回チョコミントで行ってみますいや,いやいや、ないんでしょ、だって。あるかもしれないし。いやいや、ないよ、絶対。<ー>売り切れって言ってたもん。そうか。じゃあ、このストロベリーチーズケーキで。俺もそれで。うん、かしこまりました。ご注文いただきました。<laughs> ち<ょ>待って待って、なんでそこ、声太いの ねえ、全然ないでそこ可愛く言えばいいのに、なんでそこだけ顔が太い。店長仕込みで。あ、そうなんだね。はい、やせていただいております。んマニュアルなんだ。はい。では私が作らせていただきます。せーの、幸せならアイス叩こう。幸せならアイス食べよう。ちょっと待って一回目で一回目でアイス叩いちゃったアイス叩いちゃってるけど。間違ってるね。手を叩こうでしょ。そう間違ってるよね。 もうん、い,いいけどさ気になっちゃうのよすいませんちょっとね今日謝ってしまって、うん、それではもう一度作らせていただきます、はいはい、せーの幸せなら手をたたこう <laughs> 幸せならアイス食べよ幸せなら態度で締めそうよほらみんなでアイス食べよヘイ <laughs> お客様えご注文何でしたっけ忘れたのかよ <laughs> 何なのさっきから ヘラバンバンやってるだけで何も作んねえなと思ったけど。えっと、あの、キムチバニラアイスでした。いあんのそんなメニュー。ないです。ないんかいじゃあなんで言ったんだよ。ストロベリーチーズケーキああ、ああ、かしこまりました。うん。いくよ。じゃあ、せーの。チキバンバン、チキチキバンバン。チキバンバン、チキチキバンバン。チキバンバン、チキチキバンバン。お、お、私たち。ハモった今ハモったの。ハモったの。ハモったの。てくれるんですね。ちゃんと歌ってよ。 失礼いたしました。アイスもちゃんと作って、ちゃんと歌って。はい。せーの。チキバンバンチキチバンバン。チキバンバンチキチバンバン。チキバンバンチキバンバン。私たちは歌もアイスも大好き。ああ、ヘラでも美味しいアイスを作ろう。はい。はい、あっという間にアイスができた。バンバンチキチバンバン食べて早く。へえ。お待たせしました。コーヒー黒ごまチョコチップで。全然違うじゃねえ。 ヘラ,ヘラ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 歌いながらずっとうんらて <laughs> 何なのコーヒーすみませんヘラを持たせていただいてますのにうまいこと言うんじゃなくて <laughs> ヘラヘラいいんだよそこかけなくてコーヒー黒ごまチョコチップって何だよストロベリーチーズケーキ頼んでんのに作り始めからずっとアイス黒くて茶色かったんだけどごめんなさい間違えましただったら間違えんだよ飯塚さんの顔見てたら茶色くなっちゃいますよどういう意味だそれ、うん、<laughs> すみません すいませんじゃねえのごめんなさいリコちゃんはまだ新人なものでそういう問題なの山山さん私はもうここで半年働いてます新人なんかじゃないですリコちゃんじゃあ新人だからって言い訳はしないのねな、はいしません分かったお客様はい彼女はもう新人じゃありませんので先ほどの謝罪は撤回します私たちは一切悪くありませんなんでそうなんだよまだ新人だからって理由の方が納得できるわ とりあえず早くしてくんないかなかしこまりましたストロベリーチーズケーキですねああ。あでは作らせていただきますせーの次何の歌歌うんですかもう歌いいから作ってくれよママ中森明菜の歌ってよスナックじゃねえんだからお前酒飲まねえだろせーのまさかサさまに歌わなくていいよ落ちてるさいよ落ちたら早いよ水商売ああいうのっれんのお前いえいえいえいじゃねえなんだお前らお客様どうかなさいましたでしょうか 何あんた店長はい。店長であり、どんな曲でも歌いこなせるナンバーワンシンガーの角田です。まためんどくさそうなの増えたな、おい。何かうちのスタッフに問題あったでしょうか問題だらけだわ。注文間違えるし、謝んねえし、無駄に歌うし、なんかヘラヘラ笑ってるしよ。それは大変失礼いたしました。<ー>お客様、では改めて、私どもから <laughs> 謝罪の歌を歌わせてください。え、ね、もういいよ、歌は、えっと。せーの。 お客さんに怒られた。いイいやいを。めちゃくちゃ消えて怖い。いやいやいを。あらちっちっち。あらちっちっち。下打ち打ってる何度もちっち。お客さんに怒られた。いイいやいを。ヘイお客さんごめんなおかしいだろ。<laughs> 謝るテンションじゃないよね全員いやすいません彼女がねきつく言っときますので、ね、お前お前なんだよ特にお前なの<え>お前が中心で歌ってたのお前お前の二人声腹立つやそんなそんなこと言わないでくださいからから声出しやがってよいやいや,やっぱ基本ですから何がナンバーワンシンガーだよ <laughs> <laughs> ナンバーワンシンガーですから私もう帰ろう帰ろうもんいやちょっと僕、ままま、待ってください待ってくださいもう<あ>すぐお作りしますのでうちのアイスを食べてっていただけませんでしょうかいいよもうなあもう別のアイス焼きましょういやもうアイス自体いいわいやそうおっしゃらずにねもうお 台はいただきませんのでね、ぜひ食べてってください。え、ただでいいの？はい。もう大変ご迷惑をおかけしましたので、じゃあお願いします。あ、ありがとうございます。<ー>えー、では店長でありナンバーワンシンガーの私が作らせていただきます。<laughs> <coughs> えー、っと何の曲を歌って、えー、お客様を楽しませようかな何でもいいですよ店長王<ん>牧場は緑どうでしょうかああダメだそれ途中までしか歌詞わかんないあじゃあ、はい、線路は続くよどこまでもはどうでしょうおああダメだあの途中までしか歌詞わかんないか何も歌えないじゃねえかじゃあ決めました決めました<ー>ではお客様作らせていただきます、はいえー、曲は <coughs> 長渕よして10年間。すごいな。好きです、好きです、心から愛していますよと言っちゃ甘い言葉の裏には 一人暮らしの寂しさがあった。店長寂しさゆえに会いかめばいーー、ね、えー。お互いを知って愛が終わる。店長別れは涙で飾るものを。笑えばなおさらに一番でしょう。全長だから私の恋はいつも。何も愛の出ない。めくって振り出しよう。いつまでたっても恋の矢はあなたの胸に嘘をさらない。 はい。お待たせしました。ブルーベリーヨーグルトチョコチップです。全然違うわ、お前。ストロベリーチーズケーキだってんだよ。ブル、えブルベリーブルベリーじゃねえ。ルベリーじゃねえよ。ますよ。バカすぎだろ、お前。もう帰ろう、もう。帰りましょう。ちょ、っと待ってくださいって。いやいや、一連のやりとり、見させていただきました。 さっき店を教えてくれた気持ち悪い人 <laughs> 気持ち悪い人だあどちら様でしょうかえー、私は芸能プロダクションのスカウトを担当しているものです芸能プロダクションのスカウトえー、実はこの店にプロのアーティストになりうる逸材がいるという噂を聞きつけて今日ずっと見させていただきました私たちの中に逸材がいるってことですか俺かもしれないってことですかえー、なんかすごい話になってんなちょ今のうちに帰ろう <laughs> はい待ってください<え>あなたたちにも関係ある話ですえっ 俺たちもスカウトされる可能性があるってことですか絶対にねえだろ可能性はありますあんの可能性はいやいや可愛くて若くて可愛いから絶対私ですよね何言ってんのよ歌が上手い私ですよねいやいやいや実力的に俺だろいいや俺だっていやお前は絶対ないのよちょっともったいつけないで教えてください誰なんですかプロのアーティストになりうる逸材それは残念ながらこの中にいませんでしたいないんかいな何だったんじゃなんで拍手して出てきたんだよでは 帰るんかいあ<れ>何あいつ何なの今の時間気持ち悪かったですね気持ち悪いよ、はい、めちゃくちゃくそー勝手に審査されて勝手に落とされて悔しいよよし今度こそスカウトされるようにもっと歌に力を入れていこうはいまずちゃんとアイス作れよ、はい、ということで聞いていただきましたけども、はい、相当よ

はじゃないもんよかったよかったね。おお中山さんは私あの歌の部分でリカちゃんと私中でもチキチキなんだあまないあまないあれ何ハモったの練習ちゃんとしてあのもともとチキチキバンバンって若干ハモりがある歌なんで同じラインに揃えたんですけど気づいたらなんか気持ち悪い音になってましたじゃもう一回歌ってみますらってチキチキバンバンだわ チキバンバン、チキチキバンバン、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 お、お、私たち。でそこずれんのよ。お、お、ちょっと上がってるんだよね。上がってるそうコちゃん、上が私、なんか、お、おっ歌っちゃう。お、お この <laughs> <laughs> 絶対やばないじゃん <laughs> うん。年 <laughs> 収が, <laughs> <ー>が一番うまくできました。<laughs> 練習はうまくいったんだ。いけてましたよね、富永さん。いや、もう最高です、すもう何でも最高です。<laughs> <laughs> そうなっちゃう。 違ううありがとございまや、確かに書いた本人として、どうでしたかいや、もう単純に、東京03三三と私立えびす中学が一緒にやって、僕が参加できるって、もう幸せすぎて、もうちょっと笑いながら泣きそうになっちゃって、エビっちは分かるわ、俺らは分かる。いや、好きなもの同士がが、やっぱ台本超えてくれるなっていう嬉しさもあるし、本当に楽しかった。 あそうはい最高ですいやいやいやもうせっかくなんで歌っていただきたいなと思ってなぁそうねそうね頑張っていただいた確かに最高だったんじゃないじゃあああああヘラヘラ歌ってくれると本当にアドリブも最高ですいや面白かった本当中山さんってさ声がバカみたいなんですよこれは本当に長所だよね最初の呼び込みからやばかった呼び込み本当に 普通に呼び込んでるだけでもなんか面白いんだもんねありがとうございますこれは本当にさあよねいやホントに台本書いてても中山さんの台詞がどんどん伸びてくんですよこう言ってほしいなみたいな感じでその都合でちょっと豊本さんの量が減っちゃった割り食くっちゃうんだね申し訳ないいや真山さんはやっぱしっかりしてるんだよね声が本当にありがとうございます 声だけ本当に。よし穴なんだよな。凛としてんだ。あ、そう。だから、その分気持ち悪いという発言もさ。そう。そうなんだ。最本当になんかこう、ニュース的な感じで気持ち悪いですね。続いてのニュース。嫌な事件が。いや、面白かったね。 さあということでですね、はいはい、テーマね、グループどうやってまとめていくっていう。つばさくん的にエビ中にメンバーが増えた。はい,はい。はい どうなんか本当エビ中っていろいろメンバー変わったりとかね人数増えたり減ったりとか成功とかねなんでちょうどいいタイミングだったのかなというかもう中山莉子さんとかね小林花帆さんが成長してきてさあここからえび中どうなるって時に新しいメンバー入ってきてあ本当曲とかの感じとか昔ながらのえび中の良さかわいい感じの曲になってたりするのでいやもう最高だなと思います 今、この9人になって、はい、いや、本当に今の新曲とか、すごいいいです、ありがとうございますいえ中山さんって、しっかりしてきたのあでも、ま前よりは、そうですね、昔、本当すごかったんだ、じゃあ。 そう本当ふわふわというか、それこそ、そうですね震えるじかのような、生まれたての子鹿のような、本当、しゃべれ、何もしゃべれ生まれたてのじかのような喋り方、もう全然ピンとこない全然とこない、んだろう、声も震えてるし、今日は天気がいいねぐらいな会話でも、今日は天気がいいねって言ったら、なんか違う返しが返ってくるんですよねもう普通に会話できない会話できないじゃあ、そう考えたら、だいぶしっかりしたさんは 真山さんはもう、あの言ったらあれですけど、ずっと押しなんですよ、そうなんです、押していただいてて、あっ、そうなんです、真山さんの魅力とは、やっぱ、知りたい、知りたいです、聞いたことない聞いいたことなです、初めて聞きますはい本当ですか、うは緊張すんな、俺らの知ってる翼くんじゃないでうわやばいな、あの一生懸命なとこですね。 まあ、そのしっかりしてる詐欺って言われてますけど、はい、まさに、そのちゃんとやろうとしてうまくいかないとことか。<laughs> <ー>頑張れって思っちゃうっていうのはありますよね。ああああなんかつむじがかゆいです。<laughs> ですね、褒められるとつむじがかゆい。真面目なところですかね。えー 実際そのエビ中の中で一番真面目なのって誰真面目なのはひなたちゃんかどうなんだろう<ー>ふざける時はふざけるけど、ね、レッスンの時とかちゃんと締めなきゃいけないところをなんか言ってくれたりとか<ー>だそう考えたらひなたちゃんかなな,たかな,なんかライブとかでさちょっと真面目なスピーチじゃないけどさ、はい いう時あるじゃんか。うん、ああありますね。<れ>ファンの皆さんのためにとか、はいはいはい、あいう時一番ちゃんと喋れるの誰ですか。ああミレ,ーち,ゃ、ね、ミレーちゃんです。ミレちゃんです。ええー、えって失礼な。本当にミレーちゃんは。 アイドルとして100点満点の原稿用紙に全部書いてそれを読んでるのかのような本当にお手本のようなスピーチをしてくれてて中山さんとかそそうううい時ちゃんんとできなだもう隣でニコニコそうだねみたいな感じで言ってたりとか真面目なこと言おうとすると莉子ちゃんなんかいまだにちょっと泣きそうになったりとか緊張してしっかり言わなきゃいけないはい。 プレッシャーで。あ、いまだにそれはいまだに、はい。じゃあ、ちょっと、泣きそうになって変な感じにしちゃったみたいな経験いっぱいあるのあの、生誕ソロライブを去年の10月にやらせていただい、うん、ソロライブやったんだ。ああはいうまくできなくって、最後の MC で勝手に一人で泣いてるて、うん、<laughs> でもなんか、ファンの方。 ただ見たらやりきったから泣いてるんじゃないかなみたいな感じで皆さんはそう思われて大丈夫ですけど、うん、悔しくて一人で泣いちゃって。えーえー えでもそういうファンの方々はいまだにその悔しくて泣いたってことは知らないままなのかもしれない、ね。そうだよね。今知ったんだねじゃあ。さつ翼の初見これ。あそうですよねーー。いいですね。ちょっと今待、えって、と、る。翼 <laughs> 悔しくて泣いてたんけどね。メどうでも確かにグループだからさ、はい、頼れる時はこの人に頼っとこうみたいな時は。 あるけど、ソロライブだとそうはいかないじゃないですか。そうですね。山山さんとかもソロライブとかしっかり喋らなきゃいけないでしょ。はい。比較的ソロライブの方がしっかり喋ってますよね。私。そうですね。あの一人の方が伸び伸びやってるところ。伸び伸びって。なんか一人の方がいいの？一人の方がいいとかじゃなくて、なんかやっぱエビ中だったらこうアイドルグループとして活動してるから自分の思考とかを話す隙がないというか、結構普段のライブの MC とかでも。 あおりとかは結構担当などってしてるんですけどり。 んかライブ中のその「お前ら行くぞ!」みたいな「お前が一番」ああいうのりがだ知らないからあれ煽りなさい俺ってか入ってきたらダメやみたいなびっくりしたからただするんですけどでもそういうスピーチみたいなことしないのでうんそうかそういうのをんかそのライブだと自分で自由に思ってることを組み立てて話せるのでなるほどね気遣いなのかもねじゃあ あそう,そうかもしれないです <laughs> <laughs> たな,なんかグループの中だといろいろ気遣っちゃって、うん、う言えないこともソロだと言いやすいとかいうとい、うん、そうですね,、うん、ですねやっぱこう自分が言ったことが私立恵比寿中学が言ったこと。うん になっちゃうのがすすごい怖い怖んですよ特に私、最年長なので、はい、こう何か喋ったことがネットニュースとかの見出しとかになっちゃうパターンが結構あって、はいはい、それがなんかメンバーの相違みたいに受け取られちゃうと申し訳ないなみたいな思ったりしますねソロだと別にどんな発言だろうがもう自分の責任だし。そうです、ね、ってなるかなと。 そうか、ーそういうちょっとわかるわあ。しっかりしてると思って。すご,すごいしっかりしてるね。あなた。もう今教育係なんですね。そう,すそうです。教育係んで,でも一番その新メンバーを見てくれてるのは、うん、リコちゃんかもしれないです、ね、<ー>そうなの？それが意外なんだけど。なんか特にこう。 行ったりとかは、そんなに多くはないんですけど、うん、このライブ中とかも、リハーサルで、自分たちのことに基本的にやっぱ精一杯になっちゃうんですけど、うん、その、新メンバーが振りを間違えてたとか、立ち位置間違えてたっていうのを、もう、鬼の形相でこう、見てます。で、それで、その、リハ後とかに、ここ違かったから、みたいな、<ジ>さりげなく言ってくれてたりとかします、ね。本当、えー 本人分かってないんですけど。<laughs> <laughs> じゃあ、責任感とか備わってきてんじゃないな、うん、え、なんかこう、グループをまとめる苦労とか、そういうのなんか実感あったりします今。 まとまってない感じするなとかで、うん、でもやっっぱりパパフフォォーーママンンススにそれがすすごいい出ちゃうんままととまてなばらつきがすごかったりとか、うん、まあ気持ちが一つになってないとファンのファミリーが見てくれててもすぐ分かっちゃうと思うんで、うん、それがやっぱり9人になってまとまるのがね大変だった難しかった確かにだって9人グループで歌って踊ってするわけでしょ、ねはい、で揃えなきゃいけないわけじゃんか、ねはい、それはやっぱりね ままととってないとできないいでででき仕事すすよねねそう,そうですねやっぱバラバラになっちゃうもんなんですかなっちゃいますね、私が最年長で、えー、とその最年少の子が14歳なんで、もう11離れてると、<laughs> ただでさえ経験値も違うのに、年齢も離れてるから、<laughs> できることが本当に少ないというか、限られてくる中で、その中で合わせなきゃいけないので、それは結構ね、難しさは感じる瞬間はありますね。 下の子からしてみたら、うん、そ11歳離れたお姉さんって、はい、めちゃくちゃ怖いんじゃないなんなら。と思いますよね。ど、うん、どんなな感じなのうういう接し方 私、それこそ最初の頃は、その、やっぱパワハラとか怖いじゃないですか。パワハラって思われたら怖いなと思って。大丈夫デベソ触らせてないです。触らせてないです。触らせてないですデベソじゃないのデベソではないです。ういないのよではないですけど、そうですね。なんか、ニコニコしてたんですよ。基本的に何も言わず、ニコニコヘラヘラして。何も言わず、ニコニコしてるのも怖いから怖い。 なんか顔が怖いらしくてあのなやっぱ凛としてる、うん、からその莉子ちゃんとかが入ってきた時には、うん、結構怖いって言われがちだったんで、うん、あ中山さんその真山さんちょっと怖かった、えー、怖かったです最初はあそう、うん、何も言ってないのに、うん、怖いって思われちゃうのもなんだかなと思って、うん、その時は笑顔は心がけてなかったなかったですああ<ー>、うん 普通にしてるとちょっとねそうですねっていう感じをするへらへら笑ってたんですけどそしたらんかやっぱりミレちゃんとかあやちゃんとかがなんであなたがしっかりまとめないんだみたいな不満に思う時はあったみたいでまあ最年長だしねそうですねちゃんとしてよみたいな真山が叱ってよみたいなところはえっそう言われてどう思うの 言われたときはいやでもさパワハラって言われたらと思っんですよ <laughs> <laughs> 本,当に本当にこれはガチガチって言ったんですけどでもそこからやっぱりかほりこが教育係でやってて、うん、なんかうまく言語化できなかったりとか、うん、あと伝えるのが2人とももともと得意ではない。うん 方なのでうん、うん、どっちかっていうとグループ内でも何か振った時にちょっとなんか爆発的なこと言ってくれるみたいな立ち位置だったりとかするから自分も助けてあげられる時に助けようかなみたいなサポート役に今徹してますねだから二人のじゃあちょっと俯瞰で見て客観的に見てここ足りないなみたいなところをフォローするそうんうん、じですねできてるかわかんないですけどああ やるようになります。いや、大人。いや、なんか言ってることもすごく大人ですよ。なっちゃいました。本当なんか年下の子たちに、私たちもしっかりさせてもらってるって感じがしますね。本当に。しっかりするしかない。完璧な発言じゃないですか。すごい。ねえ、その、まあまあ、グループの難しさ。 みたいのもいっぱいあると思いますけど、うんはい、逆にそのグループだからこその喜びというか、うん、まとまったからこそ嬉しいみたいな、うん、そういう瞬間ってあるんですかやっぱライブですねやっぱライブが好きなんだ、うん、ライブ好きです、うん、9人が9人ともライブが好きな感じ そうですねぶんか多分まだ新メンバーに関しては加入して1年ようやくたったのでそれぐらいだとそのライブが好きとかライブに対する何かというよりか今一生懸命頑張ろうというところなのでライブに対してもっとやっていこうよみたいな。 なんか、けしかけることは、なんか、逆に野暮なのかなとかも思ったりとかして。うん、お姉さんメンバーの六人は、その辺の話はするんですか。か、うんはい、めちゃめちゃしますね。うん、どういう。ライブ一本一本に対して、このセットリストが、いただいた時から。このライブの流れって、どういうことだと思うみたいな。 国語の授業みたいな瀬戸りの意図を読み解いてさらにここで盛り上げてここで落としてみたいなことをするべきだよねみたいな6人で話すのそれ6人とか演出家さんも含めて話したりとかすごい真面目ですねそうですねはあかほら6人もいたらさそういうのいいよって思う人もいそうじゃんか うん、何読み解いてんだよ <laughs> ちょっとまとまってる、ね、ままってそうですね6<人>逆にその6人になってからそういうことをし始めたっていうのもあるかもしれないですでまあまあその、はい、下の子3人は、はいはい、まあでもそこのレベルまでいってないもんね当然ねそうですね緊張とかもすごいんじゃないですか。すごいと思いますね,ねえそのほぐしてあげるんですか でもステージに立つとすっごいんですよそうなんですよね今の子って本当すごいんですよ今の子って今の中高生度胸が違うんですよそうなの入ってきた時から違かったですね SNS 世代だからなのか分からないんですけど私たちよりも上手に TikTok とかそうそうそうあまあそっか TikTok 苦手なんですかえまさん私は苦手ですねんで TikTok 何やってんの スタッフさんがこれやってくださいみたいな見てくださいみたいなしかほぼほぼ見なくてそもそも最近はやりもよく分かってないんですよね。ラバーーガのの面面面白白白いいいいいいいよよぜぜひひ見見ててかかかかったでででくだださ本当短時間すすすげコントやるるごねらそれ何を学べ うそれだから抵抗がないんだろうね、うん、その下の子は。そう,ね、うそうね。もうだから子供の頃からそう,そういうのはあるわけだもんね、だだきっとね。ファンとしては。うん あれですあのそれこそ桜木心ココナさんとかが、うん、もうバリバリテ TikTok でやってる感じで他のメンバーはちょっとヘラヘラしたからやってるのを、うん、もうちょっと慣れてないんだろうなっていうので<ー>ニヤニヤするっていう、ね、そこがいいんだ慣れてない感じ真、はい、山さんの慣れてない感じ慣れてない感じいいですよ 出てないですね。本当にできないですね。恥ずかしいよね。恥ずかしいです。いそれこそそのお姉さんのモモクロのね高木レニさんもまあ楽しそうにやってるらしいよ。すごいレニちゃんレニちゃんはギャルですから。あの人ギャルなんですか。えアーリンじゃないの。 レニさんが。レニすけどレニちゃんはそれを上行く天然ギャルだと思って。天然ギャルなんですあの人。元気ですよね、本当に。元気とギャル違くない本当にすごいなって尊敬してます。レニちゃんは。いや、本当に楽しんでるみたいです楽しんでますよね。トククとか。山さんどうなんですか私も結構苦手があんまり。あ、苦手。そうなの 自分からえとってくださいみたいなこれやりですみたいな言わないです。スタッフさんがこれとってこれ取りましょうっていうときに取るぐらい。じゃあそういう時はちょっとなんなら引っ張ってもらってるぐらいの感じ。そうですそうです。スタッフのもうあの時のドヤ顔半端ないです。普段私たちがこう振り違うよというかいうあの分の多分フラストレーションをそこで多分発散してろ前もそうできないんですか。マジすごいです。なめられちゃってるない そうですね。<ー> <laughs> 引っ張ってもらってます、ね。じゃあライブとかは本当にその度胸がすごいんだね。その下の子は。そうですね。逆に言ったうとその中山さんとかまあ、はい、前山さんもそうですけど新人の時はもう度緊張。はい ライブ緊張です。未だに緊張します。いやしますよね。もう我々もそうです。本当ですか。するすコント前にですか。うん。する。めちゃくちゃするよね。めちゃくちゃして緊張。あ、一生なんだなと思った。あ、え、富永さんもですか。緊張します。今一番してない。今してます。全然本来の力出せない。いやでもこうやって。 まあ一緒にねコントもできてなんかねもうお時間なんですってああいろいろお話したかったですけどあっという間でしたねあっという間でしたね嬉しかったです意外にこうやってねあのちゃんと話すの初めてですよねんか大人になりましたねうれしくて知ってるんですね その、はいはい、なんか、モモクロの皆さんとの対決期間、三年ぐらい前だと思うんですけど。その時に比べたらも、だいぶしっかりしましたね。え、はい、また、ぜひ、あの、エビ中ともかまってください。 よぜひ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 お願いします。またぜひ来てください。はいというわけで本日のゲスト私立恵比寿中学の真山リカさん中山リ子さんでしたありがとうございました。ありがとうございました。今週はこの辺でああと翼くんね翼くんはいありがとうございました。佐備那が翼くんでしたありがとうございました。さようなら。